お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴブジェイスパーキーのザッピー入りのね、はい、デッキでトラグやっていこうかなと思います。今ね、新環境というか、新年明けましてね、何のデッキが強いんだろうってことで、いろんなグラチャレにはなるんですけど、グラチャレの勝率1位が変わったり、なんかいろいろしてるんですけど、そのうちの一つがこれでね、はい、めちゃくちゃ勝率が高いのが、ザッピーですね。なので今までマスケットだったり、エレピキだったのが、謎にザッピー型でございます。今結構大型、ゴレかな気持ち多いので、その辺にね、勝ちやすくなるのかなと、いうようなね、感じのザッピーでございます。で、マジでバカみたいにトロとかしました。ナウ。はい。300ぐらいか。はい。本当に数秒前に一瞬で溶かしてしまったので、トロ上げやりつつ、かなマジで。あと2日ぐらいしかないんですよ、シーズンが。よろしく。さ、シーズンだと2日ぐらいで鬼ぶっぱしないといけないのもありますし、ちょっとね、デッキがさまよってるので、何かいいデッキをね、見つけなければいけないという焦りもありますね。とりあえず上位取りたいですね。なんか、最多トロフィーはもう全然、なんていうんですか、トロフィーが全然上がってないんですよ、全体的に。そう。なので、とりあえず順位更新はね、絶対この1年のうちに1回はしたいなっていう。今後トロフィーももしかしたら全然ね、8000行くことがなくなる可能性も、ワンチャンないこともないぐらい、なんかトロが、全体的に上がってないんですよね。みんなやってないのかな。忙しいんかもしれないんですけど。そんなわけでね。でも順位は更新したいなーと思ってるので、とりあえずね、1年のうち1回ぐらいはね、マルチ1位を目指しつつ、また今年はね、僕、毎日投稿、YouTube 毎日投稿したいなっていうか、もうします。はい。もう宣言します。します。なので、さ、めがないと、いや、これいけるんじゃないのか。これ相手メガナイトスケバレ枯渇なのかな。これって終わってくないですか。あ、待って、俺のレイジが下手。待って、レイジに下手なんかある。ゴブジェイにかかってね。いやでも、あ、ゴリ押しナイス。いや、ザッピーがめちゃくちゃ化け物さとは。ダックピリぐらいつけてあげるとより相手としては守れなくて、いや、これキング直行説ないですか。やっぱザッピー最強説あるな。最近ザッピーの勝率も謎に高いんだよね。はい。まずは一勝というところで、トロフは戻していきたいんですけども、本当に今年ですね、もう1年間、365日ですか、毎日投稿するのが目標ですので、なんならもうさっき沼って今日ね、動画休もうかなって思ったんですよ。本当に。今日動画上げる気になんねえなってなって、なんですけど、昨日毎日投稿するみたいなのも言いましたし、毎日投稿するって宣言して次の日に動画上げないのはさすがにやばいなって思って、はい、ちょっとね、なえてる。トロ落ちてちょっとなえてるんですけども、そんな中でもね、ちょっと今から10連勝ぐらいやっちゃおうかなっていう気持ちではいますね。はい、気持ちだけね。さあ、今回相手はハンターはね、何でもありますね。ロイでもスキラでも、何でもあります。とりあえずザッピーがなんか便利ですね。こう、相手が何出すか、ちょっとこう見れるので、そう相手が出してきた、なんかザッピーセパして相手が出してきたのに対してユニット合わせみたいなことが可能なんでね。さあ、とりあえず、暇だな。あれ、檻に打っちゃうか。エレキか。いや、このダックプリ、ちょっと無駄になっちゃうのよくねえな。やばい。なんで俺なんて、ゴボーリペックなんだけど。しかもエレキ。さては、あ、これあれだな。なんかいたんすよね。なんかスナイプデッキの、やつですね。マルチの上位で、ロイジャイをスナイプする用のペッカスケラデッキなんですけど、これは。それをめっちゃ使ってる人がいて、多分そこをね、強そうとか、絶対強いんですけど、それを引っ張ってきたやつだと思いますね。ペッカスケラだと思いますね。はいはいはい。で、スプレがタルババか雪玉の2択だった気がします。ペッカもエレキもいて、嫌ではあるな。嫌ではあるが、相手としてもミニペッカとかが雪玉ですね。さあ、ポイズン雪玉の編成と。相手もとしても嫌だとは思うんですよね。多分、ダックプリとかミニペッカとか。ゴボリが嫌ですね。非常に檻が嫌だ。で、トリトンもいたんでね。やばいっすよね。引っ張られちゃう。受けが豊富っていうかなんか。とりあえず。
とりあえず流して三角出したら、これは棒っぽいか、エレキが染まってくるのかな。とりあえずまあ無限スパーキーですね、こっちとしては。まあ自分から変に形組んでいくというよりかは、これ一生スパーキー出しておけば、いつか相手が絶対きつい時が来るよねと。なんか調子乗っておしゃれなことしようとして全然うまくいかない、恥ずかしいことしようとしてるんだけど、うん、まあ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 、さあさあ相手も攻めれないんだね。これを繰り返して相手が攻めてきたら、その瞬間僕も攻めれたらいいかななんて思ってはいる。あ、そう、ペッカを出してこっちに出すユニットを咲かせて、まあ、エレキで守るっていう。さあで、まあ檻かな、檻が嫌ですね。あ、待って、ミニペが意外と、さあキングを若干ちょっかい出していく。一生芋ですね、一生芋。まあね、結構タイブレーカーかな、これはさすがに。これちょっとザップで回して、スパーキー出します。後ろからマジでスパーキー流しとけば相手絶対きついみたいなとこあるんでね。さあさあさあ。で、三国あればスキラも守れると思うので。これゴブチャ蓋していい気がすんな。え、ちょ、お前なんで殴られてんだ、バカバカバカ。なんで殴られてんだ、バカバカバカ。いや、なんとなく結構攻めます。タイブレイクか。これ、キングなのかな、檻とトリトンあったら、絶対これ、攻めない方がいいんですよね。間違いなく。間違いなく攻めない方がいい。エレキ、ズシャン。あ、ハンターか。あ、でも、ここは全部いける。さあ、むずいっすね。非常にむずいですね。間もポイズン削り。よいしょ。で、僕としてはワンチャン逆サイドなのかなっていう思いもあるんですよね。でもこういうのはもうブッパしていい気もする。そうそうそう。とりあえずブッパブッパで、エレキをここに出したい。いや、待って、ダクビリ事故ってる事故ってる。ザッピーが暴れる。よ、来た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 。ザッピーグッドゲーム。いや、マジで、最近ザッピー、鬼強いですよ。だって、キョスケロイジャイにザッピー採用されてるし、まあ、ロイフグデッキにも、ザッピー採用されてますし、なんかね、スケラデッキも今結構勝率高いのがあって、それもね、ザッピー入ってて、ゴブスパにザッピー入る時代なんか今まで一度もなかったですからね。そう考えると結構ザッピーの評価がめっちゃ上がってると思いますね。さては、ザッピー時代到来。いや、本当に本当に冗談抜きであると思いますね。さあ、ラバには逆サイドケツスパーキーするのがまあ安牌ですね。で、逆サイド組んで、あ、相手がまあラバの後ろになんか出してきたら、まあ、それがタワーを攻撃してから後から処理するっていう、まあ、イメージなんですけど、逆にラバに対してはザッピーが全然活躍しない可能性もね、まあ、ないこともないっていう。いや、これは一応こっちを処理するんだけど、まあそうしたらそうしたでちょっとね、左側が嫌だっていう。いや、これ爆破避けてくんねえかな、3が5。いや、じゃあこのスケドラが、さあ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 、まあ、相手はラバだけど、形がわかんねえな。いや、ここはちょっとザップで、痛いよ、痛いよ、やばくない？ちょっと待って待って、ザッピーなことが逆にね、ダメになってる。まあまあ、ボス敵ババですね。いや、全然いけるぞ、これ。いや、真ん中ゴブジェ、これワンチャンあるな。なぜなら、これボス敵1枚だと止まんない説。まあ、2枚咲いた。で、次がババか。いや、これね、多分、キング行くんですけど、間違いなく。てか、行かなきゃもう終わっちゃうんですけど。来るぞ。え、来た。これミニペでちょっと歩かせて、サンゴを溶かす。よし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 。で、このミニペに相手は、あー、やばい。スケドラだけやめて。やばいやばい。あー、これ終わったっすね。あ、まあ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 、ザッピー。いや、これむずいな。これはちょっと、キングをもっとぶっぱするべきだったかもしれないけど、もう僕の全力を注いだので、まあ気持ちしゃあないかもしれないというわけで切り替えますが、まあ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 、キングをぶっぱ、相手がスパーキー止めれなかったら勝ち。まあまあ、はい。そんなわけで、次行きましょうか。陸引いたら勝ちたいですね、陸。もともとはエレキかマスケ。まあ、どっち、エレキの方が多いかな、スパーキーだったら。ゴブスパエレキ。の枠がザッピーだけど、まあ、代わり、リセットの代わりではあるっすね。インドラとかにはまあ、どっちでもよくて。まあ、バルーンとかにも強いのかな。最近マジでバルーンも増えてますね。
バルーンとゴレと、まあ、なんだろう、なんかそうちょっとねまた環境が前と変わってきた気もします。よろしく。とりあえずもうマッチですね。スパーキーできれば回って相手が出してきた方にスパーキー合わせてみたいな。さあアイスピードナルト 2.6 コグかクロスボウ、ザッピアどっちにも活躍しなさそうではあるが、まあ、高回転ファイブにはザッピアね活躍しないかもしれないんですけど、ホームリングアイスピー、ああれだ、新衛隊、新衛隊ザッピー、ロイグですね。あ、これでこれこれザッピーザッピーで、これはねちょっとね行ったとてだな、一回盛ります。トリトンと新衛隊があるんで全然活躍できないですね。これミニペで受けてよいしょ。さあ、いやこれゴブジャイ行く説、いやまあいいか、一回待ちましょう。謎のダックプリツイカで新衛隊蓋、ここは溶かせそう、こっちも溶かすで、ロイフグ来るなこれ、ホバリングで、ホバー単体なら許容できそうだな。なんならザップ？いや、左の方が痛えな、これ。さあさあさあ、程よく見ていく。これ、あれだな。逆サイドオフが来るので、今後はダックプリ持ってるだけにケツスパやってってかな。さあ、トリトンねえな。気づいた。トリトンないんで、今の相手が新衛隊がワンチャンない。タイミングのミニペックがさては強い説。いや、回ったかな。アイスピがあるんで地味に回転速い気もしないこともない。うわ、待って、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。めっちゃ強い、めっちゃ強い。いや、待って、これ来た。で、これは、なんか、この逆サイドに、こんな感じでね、おしゃれダックプリとかしといた方が、なんか、いい感じにね、なると思ったけど、やばい、逆に2、1個漏れない。わかわかわか、今、絶対同サイドでよかった。さあ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 、とりあえず置いて、これ、ホバのタグをね、しっかり取ってあげて、スパーキー残してね。あ、いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。これはね、組み組みタイムだと思うんだけど、新衛隊プラスの檻を突破できるかって言われるとむずいんですよね、結構。まあ、突破しには行くっすけどね。待って、早くしゃべってる。ごめんなさい。いや、新衛隊マジで強い。で、ここはもう逆サイローグを僕は警戒して、一回防衛。うわ、なんか全然あっちに行っちゃった。バカバカバカ。ザッピー固める、これ共有できますね。いや、いいいい、いや全然ある全然ある全然ある。さあ新衛隊が嫌っすね、僕としては。でもこれはつけた方がいいな。今の5打ったから、この3が5はね結構きつい説もある。レイジ、いや、このやっぱレイジがね、レイジが激アツですよと。でこのもうザッピーとかの前にこうつけると相手意外と陸がないみたいな。うん、くんな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 。ザッピーが余裕でいる。ザッピー対決、真のザッピーはどちら。ダックプリサイトのやばいな。まあまあ、いやでタイブレイクやばい、これは。まあ、とりあえずスパーキー出して、これワンチャン来るな。ダックプリネート守れねえけど、ワンチャン先行っちゃってもいい説ある。うん、そんな気がしたよな。まあ、ザップ打ってまで守って、いや耐えれる、いや耐える、いやこれは来た。なんならなんなら来た。いやー、ゴブジャイ全然取んねえ。降りか。アイスピマル。うわー、待って、事故ってる。来た。はい、ダックプリン。あー、やばい。バカバカバカ。なんでやー、止められるんかい。めっちゃいいボイスね。いや、これは行った方がいい。もう行くしかない。いや、ミニペ。うわー、ナイス。あ、まあ、死にそう、死にそう。グッドゲーム、グッドゲーム。やばいっすね。もうなんか、本当に、常にギリギリの戦いをしてるんですけども。いや、もう一戦ね、ちょっと行って、勝って終わる説も、まあ、ありますよね、と。さあ、行きましょう。まあ、一旦 6-8? ってか、まあ、7-1 リーチぐらいまで行ったんですよね。まあ、何のデッキ使ったかはね、覚えてないな。なんか、いろいろ使ったっすね。まあ、来年から、個人戦のね、まあ、リーグ。まあ、ほんと、全部の試合が個人になるってことで、やっぱ、何でも使えないといけないですし、質も大事ですし。てか、なんか、いろいろ、なんか、バルーン、なんかね、ボムタワーバルーンとか最近よく使ってますし、なんか、いろいろ使ってるんですけど。何で言ったか分かんないな。まあ、今シーズンは、もしかしたらまた五分五分スケラかな。動画で多分紹介したんですけど、シーズン終盤あと2日、
まあ、スケラかな、スケラで回したい気もしますけど、今スケラ全然いないんですよ、マルチ。そう、なんかヤリゴブリンびっくり情報、ヤリゴブリンの採用率が今めっちゃ高くて、いろんなデッキにヤリゴブ入ってて、スケラって結構ヤリゴブがねしんどいんですよね。まあ、なんかそういう部分でスケラがね結構減ってます。あんま見ないです。さあヤリゴブリン来ました。いや本当にこいつ便利なんですよ。ニコスでスケラ受けできて、対空にも戦えて。いや、なんでザップないの、ヤリゴブがごめん。これなかなかパーティーで聞きたっすね。ヤリゴブガゴムレ、スパーキーかな。さてはスパーキー対決説はありますね。今言ってザップ使ったぞ。俺がゴブレイつけてザップ打てば、はい来たスパーキー対決。いやでも待ってよ、ヤリゴブガゴムレってことは、絶対スケルトン部隊とか入っとる系じゃん。違うかな、ちょっと待って、俺なんで今何もつけなかったんだ、やべえ。まあまあそういうこともあるよねと。本当にラット下手じゃねと思った人ごめんなさい。よし、いや守ったぞ。いやぼちぼちいい防衛したけど、まあまあですね。相手はなんだこれ、ゴブスパのねミニペと、ミニペ使ったな。あ待って、ガゴムレか。いやガゴムレ勝てるんじゃねこれ、勝てるんじゃね。ヤナメなんかありそうでしたけど、そうヤナメザップっすね。ヤザ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 ワくん、ヤリゴブガゴブレミニペのゴブスパヤリゴブガゴムレミニペヤザワくん、あれもう全部出たかな。スケルトン部隊とかいそうなんですけどね、異常に。とりあえずスパーキー、あーザップ扱いたくねえよな。レイジあればこっちの方が勝てる説もあると思うんですよね。いやさあ、ぶっぱタイムですね。でもこれはね、先に仕掛けるというか、低めで受けた方が有利な気もするんですけど、どうなんでしょうか。一応足して、うわ、うまい、それは。うわ、やばいやばい。やばいやばい、ガコムレ、ガンコムレだけやめて。いや、耐えればいい。耐えろ。いや、耐えろ。バコ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 。え、ちょっとうめえやんけ、ちょっとだけな。なるほどね。そういうスタイルの人ですね。いや、これはね、矢沢くん。ガゴムレに一本取られましたね。悔しいですが、あと20秒。これ逆行くと見せかけて、みたいな、一回おしゃれを踏まないといけないんですけど、あ、めっちゃいいじゃん。終わったかな。あーガゴがいたのか、なんかガゴでしたね。というわけで、いやちょっとね勝ちたかったな、スパーキー対決はまあなんですけど、今このスパーキーデッキでマジで世界30位ぐらいに2人ね多分いたと思うんですよ。そう、結構強いスパーキーデッキっぽいので、ぜひね皆さんこのデッキも使ってみてください。というわけでね、本当に頑張ります。新年出だし悪い感じが漂ってますけど頑張ります。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。